ヌカタ王の火火ヌカタ王は、アスカ時代の日本の皇族、家人、天武天皇の日。ヌカタ王の表記が一般的であるが、ヌカタ王、ヌカタ姫王君、ヌカタ部の姫王君とも記される。日本書紀には、鏡王の娘で、大天王子に下詞獣使王女を生むとある。鏡王は、多史料に見えないが、王将から二世から五世の皇族と推定され、一説に、 戦火天皇巫女の火炎巫女の彦と言い,い、この場合は稲氏の同族である。また、大巫国や軍、鏡里の豪族で人身の乱の際に戦死したとも言う。少年は不詳であるが、まず孫のクズの王が669年の生まれであることは確実である。このことから、娘の十四王女の少年は、諸説あるが、648年から653年頃の、 間の可能性が高い。さらに遡って、ぬかた王は631年から637年頃の誕生と推定される。出生地に関しては大和国ヘグリ軍ぬかた里や島根県東部に求める説がある。万葉集、日本書紀に見える、鏡姫王君を姉とする説もあるが、それは鏡王女の表記を鏡王の女と解釈したもので無理があるとの意見もある。 また、表記の解釈は同様で、鏡王の女とは、ぬかた王自身のことを指すのではないかという新説も提出されている。重史王女の出生後、天武天皇の兄である、中野王江の王子に寵愛されたという話は、根強いが確証はない。状況証拠は、万葉集に収められた歌のみである。特にの二種などをめぐって、天智。 天無良天皇との三角関係を想定する理解が一般にあるが、池田や三郎、山本賢吉が万葉百科でこの二種を演席での座教の歌ではないかと発言して以来、こちらの説も有力視され学会では通説となっている。万年の王の歌としては、児童天皇の吉野行行に際して、湯げみこと交わした贈答歌があり、 行行の時期からして60歳前後までは確実に生存していたと推測されている。したがって没年は大まかなところ690年頃としか言えない。岡部逸子や梅原武志らは丹山神社所像の栗原寺三江東福鉢名文に見える姫阿村かたについて親戚降下したぬか型王の解明とする説を唱えている。もしこの説が正しいとするとぬか型王は 当時藤原氏一族の有力者であった藤原大島と再婚し80歳近くまで生きていたことになる。しかし、姫という氏族は他に現れないので、姫田の脱字と見られ、姫田君が発色のせいの阿蘇を賜ったものである。姫田氏は開花天皇の末裔で、李中天皇の時に姫田君を賜ったと古事記にあり、古くから存在する氏族なので、 ヌカタ王の親戚効果ではありえない。もし、姫だとは別に、姫という氏族が存在したのだと仮定しても、ヌカタ王が親戚効果したのなら、姫新人ヌカタとなっているはずであり、王族出身のヌカタ王がアソン生を賜るということはあり得ないので、この説は成り立たない。ヌカタ王が絶世の美人であったというのは小説などでは、通説となっている。しかし、 ぬかた王に関する記述がごく限られている以上、その要望について物語る資料があるわけではない。梶川信わによれば、彼女の要望については、上田明成の、近者が早い例だという。つまり、上記の三角関係を想定させるような歌から、彼女自身のイメージが後付けされたものとの説である。この三角関係についても、藤谷三恵、友信友の発言など、 江戸時代のものが早いと思われる。伝説は根強いものでもあるようで、ぬかたが美女であるとの根拠はないとの発言をしたところ、聴衆から食ってかかられたこともあると、梶川は述べる。これに類する逸話としては、伊藤博士もぬかたをについて、一般的に持たれているイメージは確証のあることではないという趣旨の講演を行ったところ、ある夫人に内容の撤回を求められたというものがある。 聖徳大使についても、藤枝明の講演をめぐって似通った逸話があり、歴史上の人物というものが、資料からわかることと一般に知られる像との間に、大きな開きがある例として注目される。万葉集には、長歌3首、短歌10首が載っているが、短歌の一つは重質歌なので、計12首である。なお、大使、左中は、本項目筆者による自由な編集がある。 左中には、山上奥良のルイジュカリンによれば648年に、平古に行行された、高徳天皇のお歌というが、日本書紀によれば、西明天皇5年3月3日に、大海の平の裏に行行されたとある。しかし、季節、地理が、また天皇名も合致しない。左中には、ルイジュカリンによれば、西明天皇7年1月14日に、伊予行行の際の女政で、 悲しみの気持ちを表された。ぬかた王の歌は別に四首あるとされている。が、ここには、悲しみの情は全く見られないほか、ガツは満月か月の出か、潮は潮いか潮流かなど、解釈困難な問題が多い。ぬかた王作という四首は伝わらない。題詞には、キーの温泉に行行された時の作とある。万葉集には今日でも、解読不能な歌があるが、この一首の、 食、第二句の十二文字は、南訓の顕著さから、あまりにも有名である。四訓は六十通り以上あるが、現代のテキストの多くは訓を保留している。題詞には、天智天皇が、藤原鎌足に、春山に咲く花の艶やかさと、秋山の木の葉の彩りで、どちらに深い趣もむきがあるかと尋ねられた時に、ぬかた王が判定した歌とある。六百六十七年三月。 中野大江の王子は、大海に遷とした。大詞には、ぬかた王が、大海国に下った時に作ったとある。馬酒、青によしは枕言葉。前景画の繁華。左中にも、右の二種はルイジカリンによれば、塔、大海国に移した時に、三和山をご覧になって作られた歌とあるほか、日本初期から遷との記事が引用されている。大詞には、天皇が、カ毛屋で狩りをされた時に、 ぬかた王が作った歌とある。次の21番下の左中によれば、この狩りは、鹿の若角や薬草を採集する5月5日の薬狩りだった。この歌に先行する、児藤天皇が、吉野宮に行行された時に、湯ゲミコが、ぬかた王に送った歌に答えた歌である。大師には、吉野宮から帰り、苔むした松の枝の折り取ったものを送った時に、ぬかた王が返した歌とある。 672年12月3日に、天智天皇は崩御した。その際の晩歌の一つ。大詞に、天皇を貧窮に移した時の歌二首とあるのみで、幸中もないが、歌の末尾に、ぬかた王の名がある。大詞に、山品の天智天皇陵から退散する時に、ぬかた王が作った歌とある。休みし、桃式の和枕言葉。大詞に、 ぬかた王が大見天皇をもって作った歌とある。万葉集に重出家は十数例あるが、この歌は続く、鏡王女の歌と共に組になって重出する唯一のものである。ぬかた王を扱った作品は数多い。ありがとうございます。